どうもこんにちは、渡辺正一です。本日お昼にですね、ニコンより ZF っていう新しいカメラの発表がありましたので、まあこれについての情報をね、私も見ていこうということでやっていきます。まあどうかついてきてください。それではね、ホームページの方を見ていきますが、まあ10月発売予定っていうことで、発売の 日にちはまだ決定してないで、すすね予約ののの受付が9月の22日の10時よりとということですでまあ、ZF っていうのがね、まずどんなカメラっていうと、まあ、ざっくり、いわゆる APS の ZFC ですね。これのフルサイズ版っていう風にね、思っていただければいいのかなっていう風に思います。F マウント時代に、まあ、DF っていうね、中身は D4 をね、模したようなものが出てね、大ヒットしましたけど、それのまあ、 ミラーレス版 Z 版 Z っていうことになりますかね有効画素数2,450万画素で ISO がまあ100から6万4,000っていうのが基本のところになってくるようですね高速連続撮影30コマ秒と14コマ秒っていうのが書いてあって。 でまあ、14コマ秒っていうのが、えー、高速連続撮影の拡張時っていう風に表現がされているので Z8Z9 のような連射ではなくてですね、えー、Z62Z72 のね拡張連射 H プラスっていうのがねあったと思うんですけどあの感じの連射秒14コマっていうことのようですね、えー、30コマっていうのが、まあ、ハイスピードフレームキャプチャー、えー、プラス C30 って いうことでまああの Z8 とか9とかにねついてる方になりますけどこちらでは JPEGL 画質の方はノーマルに固定されてっていうことで秒30コマっていうのが撮れるような感じですねで動画は 4K の 60p まで撮れるとで、まあ、30p の場合はフルフレームで撮れるんですが 60p の場合は若干のクロップっていうのがあるようですで動画の撮影その他1080の時は 120p って撮れるっていうことですね質量が ということで、z6272 より若干重いっていうようなね。感じのボディになりますね。で、その他液晶の方は zfc と同様バリアングルっていうことでね。フルサイズ z だとバリアングルは初めてになりますよね？ っていうことでね、ま、いろいろ機能があるので少しずつ触れていくと、ZF っていうことでね、あの、レトロなデザインっていうところも含めて、えー、モノクロっていうところを、まあ、使いやすくしているということで、えー、まあ、ダイヤルの方でね、B&W っていう、えー、ブラックホワイトかな、それの、えー、ダイヤルっていうのがあって、まあ、ダイヤルワンタッチで、えー、モノクロにしていけるということですねで。ピクチャーコントロール、通常のモノクロームっていうのは、まあ、どれにも入ってると思うんですけど、それに比べて、 フラットモノクロームっていうのとディープトーンモノクロームっていうのが増えているっていうことですね。動画については 4K っていうので撮れるんですが、今回は1 0ビットのね、SDR、NLog、HLG っていうことで、まあ、ログが撮っていけるっていうことで、私の仕事で言っても 4K30P のログで 撮るっていうところぐらいまでなのでこれでほぼほぼ動画自体は大抵の人はいけるのかなっていう感じですでもちろんねあの30分制限っていうのも撮れて125分までね録画っていうのができるみたいですオートフォーカスの方なんですけど今回 X s p e ード7っていうのがね乗っかっております X s p e ード7っていうのは Z8 Z9 っていうフルサイズのフラッグシップ の、2機種ですね。こちらにしか載っていないもので、そういう意味で言っても、まあ、Z62 のね、後継っていうものが早く出ないかなっていう話も私はたびたびしてましたけど、まあ、そこに該当するような感じで、デザインを変えたこちらがハマってきているようなイメージですね。XP7 を積んで、画素数は8、9って言ったね、高画素機の方ではなく、Z62 の方の2400万画素っていうところを踏襲してきているっていうものになります。で、 こちらですね、えー、価格の方が、まあなんとなくボディで30万円ぐらいみたいな話が出てきてはいるようです。で、レンズキットなんですけど、こちらね、なかなか面白くて、40mm の F2 の、えー、SE タイプですね、スペシャルエディション。あの銀のね、輪っかがこう入っているバージョンになりますけど、そちらの方がレンズキットの方でついてきているっていう感じになりますね。 まあ、大まかな概要としてはこのあたりで、これからですね、製品特徴ということでやっていきますが、ZF の F には、まあ、フュージョン融合っていう意味がありますと。でも、もちろん、ニコンの F っていうね、ずっと昔からあったカメラ、歴史において象徴的なモデルであるっていうことも示しているということでございます。まあ、今回の場合は、やっぱこのデザインにしてきたっていうことで、まあ、だいぶその哲学的なところがね、 強くなってきているってててきいいるうことですね DF の時とね同様 ZFC もか同様ですね、えー、シャッタースピードのところとか、えー、ISO のところとかっていうのは、えー、ダイヤルの方でね設定していくっていうような感じになっておりますねカラーについてなんですけど ZFC はね最初シルバーの方が出てそこから1年以上かなあの経ってからねつい最近ブラックエディションっていうのが出ましたけど、えー、ZF についてはね最初から、えー、ブラックエディションの方が 今回出てていいるっていう感じのものもになりますで ZFC でね好評だったプレミアムエクステリアのね張り替えっていうんですかねそれがキャンペーンが始まっていますというか。 しますっていうことですこちらの方もね、特設ページっていうのがすでに作られておりまして、まあ、2024年の1月15日まで、えー、とりあえず第1弾っていうか、プレミアムエクステリアの張り替えキャンペーンっていうのをやっておりまして、今回はこの5色かな。セピアブラウン、インディゴブルー、ストーングレー、モスグリーン、サンセットオレンジっていうことでね、5種類出ております。まあ相変わらず、ZFC の時もそうでしたけどね、どの色にしたらいいかなってなんか迷わせてくれるようなね、綺麗なカラーが揃って とりますねで、表現の可能性を広げる機能・性能っていうことで、まあ先ほど言いました通り、フラットモノクローム、ディープトーンモノクロームっていうのがまあ出てきているという感じですね。で、ピクチャーコントロールで、新しくですね、リッチトーンポートレートっていうのが加わっております。従来のポートレートに比べて、より肌のディテールを残せるっていうもののようですね。で、その他ね、Z8 にしか今のところ搭載されていないね、美肌機能っていうのもね、この ZF は乗っけているということで ですねでこれが全く新しい機能かな Z8 でもないんでもねないですよね、えー、ピクセルシフト撮影、えー、4コマ8コマ16コマ32コマっていうことでまあ何枚撮るかを選んでいくんですけどそこのね撮像素子の位置を微妙にずらしながら撮影することで正確な色情報を得ることが可能っていうことで Mac、えーま 9600万画素相当のね高解像度画像が得られるっていうものですこちらについては三脚と一緒に使ってやった方がきっといいんですよね 動画のお話ですね。フルサイズセンサーから 6K の画像データを読み出して、オーバーサンプリングで 4K に変換するため、まあ、よりシャープに表現ができるっていうことですね。で、10ビットのログが取れる。60P のクロップっていうのは DX になるみたいですね。うん、だから1.5倍になるんで、まあまあ望遠側に、ねえー、なっていくような感じになりますね、えー。撮影アシスト機能で自信を持って本格的な動画撮影をっていうことですが、まあ、動画記録中の赤枠表示ね、どんなカメラでも結構 普通に言われていて簡単にできそうで実は対応しているカメラがあんまりないっていうことですけどねあの液晶のね全体をもう赤く囲ってくれて録画してるよっていうのがまあ地味ですけど必要ですよねこういう機能は。そうですね。まあ他は で,すね、で、すねえー、アクセサリーね、リモートグリップに対応しておりますということで、まあまあ、重さ的にもジンバルに乗せての運用っていうのもやりやすいっていうような感じですかね。で、AF エリア、x p ンによって、そうですね、これ多分積層センサーを積んでいるわけではないんですけど、x p ンにしているっていうことで、まあ、Z9、Z8 でしかね、現状使えない 3D トラッキングが使えるようになっているっていうことですね。どれぐらいね、あの、 聞いいててくれるかっていうのはありますけど 3D トラッキングが使えるんだったら結構いろんな場面に、ね、対応できそうですよね、えー。シーンに応じたピント合わせが可能なカスタムワイドエリア AF っていうことでこれもですね Z8-9 にしか積んでいない、まあ、フラッグシップ的な機能ですよね。カスタムワイドエリア AF がこれは2種類設定 できるのかなちょっとここにはね、書いてないんですけど、8と9はね、カスタムワイドのエリア F っていうのは2つね、設定することができます。オートフォーカスのね、領域をまあ細長くしたり、大きい四角にしたりね、長方形にしたりっていうのでね、まあ、いろんな撮影する被写体に応じてね、エリア F のあの四角の形っていうのを変えることができるっていう。 機能ですね、うん、で C30 のね連写があるっていうことなんですけどまあ、目で捉えきれない瞬間も捉えるプリキャプチャーっていうことでこれもまあ8と9にしかなかった機能ですね。まあ半押しをねした状態で1秒前とかね、えー、いろんなその長さは設定できるはずなんですけど押したところから1秒マックス1秒前から記録ができると。 いうことで鳥が、まあ、飛んだりとかねあのバットでボールを打つようなところとかそういうところもあの瞬間を撮れるようなね感じの機能になっていますねで、えー、静止画の方なんですけど今回ヒーフの設定もできるっていうことでねこれは現状 Z8 にしかね、えー、ないものなので流れ的には今後のニコンのカメラにどんどんヒーフで撮れるような感じになっていくんですかね、まあ、従来の JPEG とかよりも快調っていうのをねたくさん表現できるデータを持っておけるっていうような ものになります、ねうん、で、えー、フルサイズのニコン Z では初めてバリアングルを使っているっていうことでまあまあ動画のところでは結構使いやすいかなっていう感じですね。で縦位置でもスムーズな操作っていうことで縦位置にした時に液晶の中の情報がねあのちゃんと回ってくれるとまあ8とかね9は回るんですけどそういう風になっていると。 いうことで,す、ね、で今回ねまたこれも新しい試みだなと思ったのがダブルスロットダブルスロットなんですけど SD とマイクロ SD を採用していると。 いうことですね。マイクロ SD に、えー、若干不安がね、ある方もいるかもしれませんけど、まあ、現状あの、アクションカメラとかドローンとかね、4K30 とか 4K60P とかで撮ったりするのも結構マイクロ SD でね、あの、やっているものがほとんどなので、まあ、ある程度きちんとしたそのクラス、スピードクラスっていうものを買っておいてあげれば、ま、あ大丈夫かなっていうふうには思います。ま、あ欠点としてはね、あまりに小さすぎるので、その、頻繁にね、変えたりなんか急いだりしているときにちょっと取り落としたり するとね あの、めんどくさいなっていうところは、小さいがゆえにね、マイクロ SD っていうのはあります。ただまあ SD とね、マイクロ SD っていうことで使えますので、まあいわゆるその CF エクスプレスとかああいうところに比べると、えー、メモリのところのね、出費っていうのは少なめに収められるのではないかなっていうふうに思いますね。はい、えー、だいたい概要的には以上になりますかね。ということでね、大枠ですけど ZF の概要としては大体いいこんなような感じになります。あとはアクセサリーとしてね、ZF 用エクステンショングリー ZF の GR1 っていうのがね出るっていうことですねでこちらのね写真を見てわかる通り ZF ZF については、グリップ部分っていう、そこのね、出っ張りがほんのちょっとだけあるっていうことです。まあ、ZFC はね、全くグリップがなくて、まったらだったんですけど、若干、あの、フルサイズで重さもまああるっていうようなところでね、ちょっとこの持つところにね、作ってくれてるっていうのはありがたいです。まあ、デザイン的にはね、グリップっていうのがなくて、ペタッとしてる方がいいのかもしれませんけど、実運用っていうのを考えるとね、やっぱり、あの、手に持って歩くっていうことをしたりすると、グリップっていうのがね、あると便利なので、 でこれはまああっていいのかなっていうふうに思いますね。 以上、かき足でしたけど、えー、本日ね、発表された ZF についてのね、概要をさらっと触れてみました。まあまあ、まだね、実機を触らないとね、わからない部分っていうのも多くて、まあ、あの、今日ちょうどもう今の時間から、えー、ニコンプラザのね、新宿と大阪の方ではね、実機の展示っていうのがもうスタートしてるみたいなので、まあ私も明日早速触りに行こうかなっていうふうには思っていますけど、パッとね、えー、概要を見た感じで言うと、まあ z 6 i の、まあ、後ろに えー、来るような機種ちょっとねデザインがだいぶ変わっておりますがっていうところで、えー、Z8 とか Z9 に搭載している美味しい機能みたいなものをねちょっと積んでくれているようなものになるので、まあ、これで30万円ぐらいっていうとままあまあ売れそうななのかな結構ま,あまた人気が殺到しそうっていうかね最近どれもこれもあの180の600とかもそうですけど相変わらずその注文がドーンと入ってね、えー、品薄状態っていうふうになっていくのかな っていう予想は立てられますのでまあまあ皆さんもスペックの調査とかをしつつ行けそうだったらチャレンジしてみてはどうかなっていう機種でございます、まあ、また改めて詳しく触っていったりしたいと思います今回の動画取り急ぎね速報っていうような感じなので私もねスペックを見ながら、えー、どんなことを考えているかっていうのをお話しさせていただきました、えー、皆さんね zf についてどんな 感じの印象をね、持たれたでしょうかコメントで教えていただければと思います。今回もご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。 元々あの Z9 が出てから Z62 と Z9 の間ってねあのだいぶ差がやっぱりついちゃってたんですよね。1段と言わず2段、最近で言うともう3段分ぐらいの機能のレベル差っていうのがついてきちゃっててなので早々にその Z63 っていうのを出さないと全ての人がねあの Z9 を買うわけではないじゃないですか。重いし値段もすごいしっていうので、まあ、Z63 っていうのがね早く出ないかなっていうのを思って ていたんですが、まあ、その前にね Z8 がボーンと出て、それじゃあまた Z9、Z8 っていうね二つ上位にあって、62と72っていうのがちょっとねあのやっぱり下のところにあって、その間はどうなるんだろうっていうのね、まあ、次出るのはやっぱ Z63 みたいのが出てくるのかな、画素をね抑えたものでっていう風に考えていたんですが、まあねまさかまさかねあの ZFC が結構ヒットした時にこれのフルサイズ版をみたいなね待望の声っていうのがあったはあったんですけど、ここで ね、従来のねヘリテージデザインっていうかその ZFC の成功したものをね持ってきてでそれをただ単にね Z6II の機能をそのまま乗っけてね出すような感じなのもあるのかなっていうふうには思ってたんですけど、まあ、そうではなくてね XP の7っていうのを積んで、まあ、89のね機能をドンと下に下ろしてきてっていうところなので結構これはヒットしそうな予感はするかなっていう感じです、まあ、ちょっと早うね実況見てみたいような感じですでは